今妊娠8ヶ月で男と子を出産予定なんですが、つば九郎先生に名前をつけてもらいたいです。ダメダメ絶対ダメ本当に本当にいいのつけてよ。どんな名前、名字なんですか？福原です。福原さん、福原さん、男の子ですよね。男の子。あ、もういよいよ28歳って方は後期に入ってきたんですね。あー楽しみ楽しみ。福原福原愛でよろしくでしょうか？大丈夫ですか？旦那さんも大丈夫？ダメダメって旦那さんがなんでやねんそうか、いろいろね、いろいろ男の子ですからね。でも愛くんっているよね。愛くんってかっこよくないですか？つけます？かっこいい、かっこいい、かっこいいよね。じゃあぜひ、福原愛くんで、はい、ありがとうございます。はい、バンド楽しみにしています。はい、ありがとうございます。なんか、はい、アンザラスッポン、やったー本当、出産ね、大変ですけど頑張ってくださいね。すごい絶対安全です。はい、ありがとうございます。私はつば九郎さんのコスプレ姿がとっても大好きなんですけど、いろんなコスプレ、一番好きなのが歌舞伎のコスプレした時がすごく、神宮やった時がすごく好きだったんですけど、つば九郎さん本人が一番気に入ってるコスプレ姿、おー、今までやってきたもの、はい、まあ、ここやってみたいものを聞いてみてもいいかもしれないですね、はいはい、一番印象の気に入っているコスプレは何でしたか？裸に貝殻お刺激がおついのよちなみにもうでも今裸ですからね言うたら裸に帽子ですからとんでもないですよはい、つば九郎のなんだろう、なんていうんですか、パペットマペットか、 なんていうんですかパペットマペットでいいですか？パペットマペットはいらなかった。質問お願いします。もし私と付き合ったら、つば九郎先生は何て呼んでほしいですか？あと私のことを何て呼んでくれますか？よくなりですねお隣の方はハニーラブのハニーの方ですね、はい、ハニーと呼びたい、呼んでくれるって。あ、呼んでくれる。あ、ありがとう。はい、私のことは何て呼んでくれますか？ハニー先生のことは何て呼んだらいいですか？つば九郎さんのハニー。あ、言って。あ、決めてほしいそうです。何て呼んでくれますか？つば九郎のこと、先生のこと決め、笑ってる笑ってるビジネスパートナーで、じゃあビジネスパートナーそう、ビジネスパートナーでいいんですか？大好きなのに隣は一応誰かなって一応私も思ってたんですよ。隣の方はビジネスパートナーです。しっかりしてますね。はい、ありがとうございます。隣の方がご主人かなんかかなと思ってお付き合いしたいって言ってるのかなと思ってたんですけど、安心してください。安心してください。履いてませんよ。履いてませんよって言われてますあなた履いてませんよって言われてます。つば九郎さんは浦添市長と仲いいですか？つば九郎さんは浦添市長と仲がいいですか？これ結構行政に関わってくる問題なんでね、やっぱ仲どうでしょうかねなんかね、いろいろ YouTube とかでもお話対談されてますからね、忖度でいいです。忖度でのお付き合いがあるそうです。はい、ありがとうございます。真ん中あたりで、はい、さっきの会にもいたんですけど、はい、お願いなんですね、はい。マスコットにサイン書いてほしいです。マスコットぬいぐるみにサインを書いてほしい。そんな無茶ありますか？500円。払います。はい、おいでおいで。500円だよ、でも。はい、じゃあすいません。お預かりしてもいいですか？すいません。はい、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 はい。こんなこともしてくれるんだね。つば九郎ってすごいね。優しいね。これだからさ。
すいません。はい、じゃあすいません、後で候補がいますのでお願いします。大丈夫ですか？本当に。